日本神奈川県横浜市磯区塩見台、造成開発時の塩見台商店街や、病院のある中心地区塩見台は、神奈川県横浜市磯区の町名。現行行政地名は、塩見台1丁目から塩見台3丁目。住居表示未実施区域。郵便番号は235-0022。磯区唯一のざ町名主要地域であり、地域内の大部分は住宅団地である。 根岸湾岸の工業地帯の労働者向け住宅確保及び県校社住宅建設を目的に1961年1月28日に神奈川県住宅供給公社により磯子団地が寄港した100億円を投じ山林農地73ヘクタールの敷地に主に中層住宅約4100戸を建設計画人口1万6000人を見込み 1963年5月25日に入居開始。同年6月26日に、磯子町、森町と南区上大岡町のそれぞれ一部を編入して、塩見台の町名が新設された。同年7月15日には、塩見台診療所会員。1965年9月1日に、横浜市立浜小学校塩見台分校開校。 1967年4月1日には、塩見大省学校として独立した。1973年3月4日には、隣接地に、磯国と港南区にまたがる、総面積23万平方メートルの総合公園倉木公園が開園した。当時としては、前例の少ない大型重機を投入しての造成を行ったが、地形の変化を最小限に抑えたため団地内は、 起伏が大きく屏風浦駅方面への街路はトンネルが設けられている。景観保護及び塩害防止のために当初から電線類地中化が行われ、電柱のない町である。当初の開発目的から、校舎住宅だけでなく、東芝や IHI、電源開発などの社宅が多かったが、近年は老朽化及び、 企業の福利厚生施策の変化から社宅を民間分譲マンションに建て替える例も増えてきている。倉木公園やバスケットコート、テニスコート、児童公園、豚公園等公園が充実しており、アニメやライトノベルの舞台になったことがある。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる、教育医療金融機関商業その他開発面積、庁域面積とは異なる。町名はいずれも当時のもの。上大岡は1969年の分区により、高難区となる。後の神奈川県立衛生看護、専門学校附属病院、現行新海塩見大病院。ありがとうございます。